ザスザスドキーカズマりょうくんりょうくんテレビみたいな番組やってるけどもうでこれ誘ってんじゃん TV もうそうだ何番になったんだっけ10番ナンバー10逃げんといてよマルさんちょっとそうでマルさんお願いしますあお願いします今シーズンもえケースをコメントで入れられてちょっとお腹ジャンボ誘ってんじゃん TV お腹ジャンボ GO 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 一発目のケンタさんもうケンさん今年もお願いしますねよろしくお願いしますいよいよ始まりますね始まりますねもうドキドキなケンタさんこのやっぱ指導日緊張するんですか、うん、緊張するね若干ね、うん、そう俺もなんか毎年何年経ってもね、うん、少し緊張するような選手もねいろいろ変わって気持ち新たに朝早いのかね確かにね久しぶりにねえもう眠たい確かにね今まで朝ねゆっくりもうオフはねオフははい間違いないちょっともうあおはよう新加入選手はいおお願いします森脇ですもう一回ちょっと自己紹介いいですか関西大学から加入しました深澤太ですお深澤君お願いポジションはミッドフィルダーですあいいねいい体型してるよよろしくねお願いしますキーパーかと思ったいや全然違う頑張ろうねお願いします頑張りましょういいっすいや大丈夫これ全部俺の持ってもらってるやりたい持ってってそれであれ急いできたのねもうなるほどねさすができる大学生だねえあサンパーク久々のサンパークおはようございますお願いします芝を管理してくれてる方ですねうわーいいピッチだ今年もここでみんなで切磋琢磨してチーム力を上げたいなと思いますおはよう。うわ、早速歯磨きしてるじゃないですか。ちょっと自己紹介。え、全然わからん。え、ベビーカーズの山口です。山口くんね、山口くんね。いいね。かっこいいね。バーバリーに、もうで上がこれ誰な誰のプリンターのこれ。誰かわかんない。誰かわかんない。もういいね。よろしくね。せいやくんお疲れ様です逃げるじゃん、たくみくんそらおはようございますおはようございますドキーカズマおはようございます森脇ですお願いしますもう迷惑かけると思うんですけどいろいろと協力してくださいお願いしますおはようございます大竹です大竹くんよろしくお願いしますあれ、ポジションは左サイドバックおおいいねじゃあ駆け上がるっていう感じね、はい、よろしくお願いしますはい中逃げるじゃんほんとこれだけは映りたくねえって言って早いよ、はい、まだ今年は死後いっぱい映そう沖縄帰ってるのどうやったいやだいぶもう寒い今寒いこっち、はい、全然違うやっぱもう沖縄やっぱあったかいんやなるほどね今年の意気込みは昇格しましょうおーいいねてかウェアかっこいいねシューマンいい、ね、あーちょっとシューマンの顔がダメやけどいや違 う, もうウェアいいね本当にジョガボールお光もベネフィットワンもそしてシューマンの顔もじゃーんりょうくんりょうくんなんかここで出来物できてないえねえなんかモテくんモテくんいい体してるねもうすぐ切るじゃんシーズンオフはどこで過ごしたシーズンオフですかうん愛媛です愛媛でゆっくりゆっくりです、はい、なるほどねシーズンオフの思い出は思い出思い出なんで教えてよ思い出うんやっぱ次のシーズンのために自分自身がちゃんと向き合って来季の目標とえ馬鹿意識高いんだけどイメージのトレーニングとしてた自分が来てた時のやばなんか情熱大陸みたいな番組やってるけどもうでこれ誘ってんじゃん TV もうそうだ硬くないからなるほどそのイメージトレーニングしてたのねやばいやん意識高いじゃんじゃあもう今シーズンはバッチリもう20点ぐらいはじゃあ、はい、このモテの右足で行くって感じね、はい、
いいね、いい笑顔だ。長いっす。長いね。もういい、もういい。もう終夜。どうなん、リハビリ具合は。めっちゃいい感じです。そう、はい、膝の方も、はい、だんだん思うように動いてきた、はいはい、なるほどね。シーズンオフはどう過ごしてた。めっちゃ、まあ、真面目に練習して。ずっと、はい、お、じゃ頑張ろう、今シーズンも、はい、ね、じゃじゃーん、お願いします。新加入選手のお二人、ちょっと意気込み教えてもらっていいですか。自己紹介と。関西福祉大学から加入しました、谷本俊介です。お、谷本くん、はい、ポジションは。ポジションボランチです。お、いいね。ボールさばいて、ボール回収して、はい、得点も奪って。頑張ります。いいね。今季の目標は、ゴールとアシストにこだわって頑張りたいと思います。いいね。ちょっと緊張してる。そんなことない。いや、緊張します。まあ最初はね、スタートはね、はい、頑張っていきましょう、みんなで、はい、ありがとうございます。自己紹介お願いしてもいいですか。ごめんなさいね、急に。あ、そうだね。もう一回お願いします。関西大学から加入しました、深澤伊太です。お、よろしくお願いします。さっきもね、健太さんと一緒にね、来ながらね、優しいのね、手伝ってくれてね、荷物持ちましょうかって、もう言っただけなんや、はい、もうでも持ってくれてなかった。もうなかなか森脇にね、そういう優しい声をかけてくれる選手少ないんで、よろしくね、これから。お願いします。なんかあったら助けてよ。あ、はい、ね、頑張っていきましょう。はい、お願いします。ちょっと関西のノリまた教えてよ。あ、わかりました。うん、ツッコミとか。え、出身は？大阪です。あ、大阪なん、はい。じゃあもう笑いは任せろという感じで。愛媛市をちょっと盛り上げていってください。はい。はい、頑張ろうね。お願いします。よし、ありがとう。じゃじゃじゃん。レイヤー、レイヤー、レイヤー、レイヤー。ちょっと誘ってんじゃん TV。今シーズン初潜入。シーズンオフはどこで過ごしてた？もうこっち？愛媛？いや、違うっす。ナイス、森脇候補。地元？地元ですね、地元。朝日の花くがチラッと頑張ろうねるや。はーし。お、ここにはなんと僕の森脇の同級生平岡選手がいます。平ちゃん、そう、噂のやつ誘ってんじゃん。違う、誘ってんじゃん。滑ってんじゃん。いつも滑ってるけど、ちょっとこっちやったらみんなの裸が映っちゃうから。ひらー、どう、愛媛に来て今何日目ぐらい。まだ聞こないか。あ、マジで。じゃあ全然まだ愛媛を回れてないっていう感じね。教えて。いいよ、いろいろいいとこいっぱいあるから。今シーズンのひら、目標教えてもらっていい。もう昇格しかない。お、いいね。ちょっとおじさんパワーで頑張っていこうよ。おりき、ちょっと今シーズンなんと背番号が、りき何番になったんだっけ。10番ナンバー10。何点取る。30点ぐらいやる。30点、かっこいい。30点って言いながら消えていった。やばい、シーンとなってる。みんな、おこの空気感が、ケンタさんたまんないですね。なんともなんとも言えない。本当、今シーズンちょっとここにいるメンバーでみんなで頑張っていきたいなと思います。いいメンバーだ。みんなちょっと下向き加減やけどね、頑張っていこうね。いいね、いいね、いいね。ちょっとこのなんとも言えない緊張感が両だけ映さんとこ、ちょっともでも今シーズンの目標教えてや。今シーズンの。今シーズンは。うん、ちょっとその前になんか可愛い出来物が。そう、ちょっとできちゃって。ねえ。そうです、森君への。いや、俺の会ってないじゃん、シーズンオフ。ね。会えないそうですね。好きってことね。嬉しい。ちょっと今シーズンその愛情表現いっぱいしよう。いいよ。ね、いい。今シーズンセンター分けで行くん。今シーズンセンター分けで行こうかな。あ、そうなんだ。はい。目標は？エアバンだけは付けない。え、部屋番なしで。部屋番つけてたっけ。部屋番つけてた。つけてたか。つけてた。え、不評やったん。いや、そんなことない。入っただけです。レイヤーだけ。レイヤーがもういろいろ言っとったんや。毛量と言ってたんですよ。毛量が多い。え、でも伸ばしてんの。なんか、いや、伸ばしてはない。はない。じゃあ今週センター分けで、センター分けで10得点。お、いいね。10得点、何シーズンいく。10アシスト。10、ま、
10試合いいね、行こう10試合でもう間違いなく10試合で10試合行くじゃん、得点18ストレ、いいね、もうそしたら J3MVP は佐藤亮君のものに期待してるよ、ちょっとお願いします、今日今シーズン頑張っていこうよ、頑張りましょう、よっしゃシュンシュンシュン、まだやまだやまだや、シュンシュン、ちょっと今シーズンの意気込みは、いや仕事しましょうよ、あいいね、シュン渋いね、昨日もちょっとシュンと会ったけど、はい、声がすごい渋いのよね、恥ずかしいんで、あんまりそんな言う、え言われない、声渋いって、いや言われますよ、だよね、もっとなんていうの、この高い声が出るんかなと思ったら結構渋いさ、かっこいい声してるから、ありがとうございます、ちょっとその声で愛媛 FC のファンを魅了してね、今シーズン、はい頑張ります、頑張っていきましょう、はい、オッケー、ケンタさんこっちには来ないでっていう感じのみんなこのね、この感じがたまらんやね、ソネがおった、ソネ逃げんといてよ、そうね、その先輩がそうね、そうね、京都から一緒な曽根田選手、もう久々に愛媛帰ってきて、はい、どう、いい街ですよね、ねえ、はい、え曽根がおる時さ、クラブハウスどんなんやった、えここでここで、ユースユース、えでもディフェンスでもその時まだ芝生はできてないでしょ、人工芝やった、はい、あそうなん、えじゃあここでずっとえこちょうだけちょうだけちょっと監督です、まずさちょっとそれで今日一日だけ石丸監督と今シーズンみんな頑張っていきます、ちょっとね仕事もう丸さんお願いします、あお願いします、今シーズンもいいね、なんか気持ちいい、気持ちいい、もうちょっとチェンジしてよ、もうえ丸さんとは一緒に、あいつユースの1、2、3年、おー全部ユース1から3年まで、はい、あじゃあ久々に再会ということで、頑張ります、シーズンオフはちょっとあったりした、そのいや会わずに、はい、なるほどね、じゃあちょっと丸さんに成長した姿を、そうですね、頑張ります、ね、見せれるよね、はい、頑張ろう、ちょっと長い、そうね、映りたいって、映りたいって言うから、ちょっとマスク取って顔だけ見せて、顔だけ見せてか、そうねです、頑張っていこうね、頑張ります、よっしゃ皆さん、初日の練習を終えて戻ってきました、まあ、初日の練習といっても今日はトレーニングはなかったんで、まあ顔合わせと、チームのー方向性の話、チームスローガンとか、あとフロントスタッフの方々との顔合わせをっていう形だったんで、まあ練習はなかったんでミーティングで終わったんですけど、まあその後自主トレをする選手もいたりという流れでしたね、はい、その中でまあ本当に新加入選手も来て、新たなスタートだなっていう感じがした中で、まあ本当にいいフレッシュな感じがしましたね。まあ、緊張感のある、トレーニングを詰めた、緊張感のトレーニングじゃないな。緊張感のある、初日だったかなっていうふうに思いますね。まあ、僕自身も何年もね、プロの世界でやらさせてもらってますけど、まあ、初日というのは、緊張したり、ワクワクしたりっていう、そういう感じかな、やっぱり。まあ、でも本当に初日を楽しく、終えられたっていうのは非常に良かったですね。これからちょっとチームのユニフォーム発表があるんで、そちらの方に行く準備を整えたいなと思ってます。はい、なんと愛媛 FC 今シーズンからジョガボーラ、去年まで水野やったんですけど、ジョガボーラにサプライヤー契約が変わって、ユニフォーム、どんなユニフォームなのか森脇まだ知らないんで非常に楽しみです。それではユニフォーム発表に、ユニフォーム発表、ユニフォーム発表会に行っていきたいなと思います。行ってきます。バイチャ、すいません、本当申し訳ないです。撮りました YouTube。 まだしないですね、全然、もうなんか、ま、いろんなことあるんですね。このカメラは、えこれもどこの、わけないです。これ今誘ってんじゃないですか、今 一瞬にして誘ってんじゃないですか。これ誘ってんじゃないかあったんですか。今一瞬に誘ってんじゃないかありました。急に一気にバチッと丸さん、
ちょっと待って、本当にね、ユニフォーム一応着るんでユニフォーム発表の整えてくださいなんで顔が悪いってなんで盛り上げなかったの、ユニフォームね、いいかなと思って顔勝負俺も言うかもしれない、本当に森さん、セカンド OK、 森さん控えさん、控えそこかんちゃん選手たち出発したら、あ、どうぞどうぞどうぞ、新谷選手みんなネクタイなんかあったっけ、なんかすごいごめん、なんかめちゃくちゃ滑ってんぞ、え、滑ってるし、なんかポツンと俺入れられて新谷選手じゃないけど、感じこれは今これ FNC の YouTube でしょ、今 FNC の YouTube、 いやね、全部ボツですこれ、え、今使えないこれ全部ボツそれいいのに行こう、インタビューしていこう、今日朝誘ってんじゃん、も撮らせてもらったんやけど、一言二言三言全部滑りました、滑ったよ、全部滑ったよほんまにきついっす、ねえ、行こっか、ちょっと自己紹介で行こう、え、行くんすか、うん、え、かんちゃん何時から次、もいさんは3時スタートみたいな、うん、だよね、え、入り早いっすねだいぶ入りが早いね、ほんとにえ、でしょ、分かってこれ用でしょ、かんちゃん NAC のもう選手権候補のこのままじゃあ行きますか、ちょっと待ってください、ね、これ、あ、そうなんですか、うん、取らさせてもらって、じゃあもう適当にして、え、じゃあもう適当にして、ダメ、これ NAC の YouTube だけやそうだよ、もう俺のやったら適当でいいんやけど自己紹介行こうか、じゃあえ、な、誰ですか、え、まず僕ですかあの、すいません、新加入じゃないんですけど、はい、あの、背番号今シーズンから新たに3番付けさせてもらうことになりました、3番のイメージないんやけどね、似合うかな、3番どう、え、みんな森脇の3番どう思う、トキちょっと全然イメージないでしょ、ないなんか VVC よね、トキの急に俺もテンション上げてねえ、みんな YouTube よりなんかもうまだみんなちょっと緊張気味だから、俺も緊張してるからね、涼介、これは、はあ、で愛媛市の候補のカンちゃんがいないと愛媛市の YouTube 回らないよこれは時見て映してる、高校卒業して、いや卒業してないです、まだ卒業してないからまだ卒業してなかった、まだだから、もう3学期終わった、まだ、いや、もう今から来ます、3学期、え、じゃあ練習しながら高校も行くと、たまに行きます、マジで、はい、あ、じゃあ抜けたりとか、そうです、でもあんまり学校には行かんでいいかも、はい、もう卒業はできるの絶対、いやでもテストの点が悪いと、え、俺ちょっとテスト取れてないんで、うんうんうん、卒業できないかもしれない、マジでそれもいつさ、テストの点悪かったらどうなんだっけ、卒業できんかったら、高校です、え、いやもう1年、はい、高校生活やれるやれるやれるやれない、ちょっと時に高校の時の楽しかった思い出これ大丈夫だよ、怖いすぎるじゃん、テンパってますけど、でも愛媛市の YouTube チャンネル流せる、いやこれ誘ってんじゃんですね、これ誘ってんじゃんな、これもう無理です愛媛市は、誘ってんじゃんね、流しがる、流します、マジで、なるほど、時がじゃあ来年もしかしたらまた高校生活かと言うかもしれない、ちょテスト頑張ってよ時、はい、頑張ります、ねえ、見てくださいよ笑顔で、いいねちょっと、なんか一言書いてっていう風に言われて、はい、名前と、確かね、愛媛市の名前と、まだね正直森脇も、はい、あの初めて会った選手もいるんで名前はまだ覚えられてないところが正直なところなんで、ちょっと自分からね自己紹介、愛媛市のファンサポーターに向けてもあれかな、こう覚えてもらう意味でもやりますか、一発目のじゃあ PR ですか、はい、PR 行きましょう、なるほど、お願いします、ちょっと、自己紹介と何しようかな、アピールポイントにしようか、うん、であとサッカーので、あと適当に俺が突っ込んでいくわ突っ込めるか分からんけど全然もうそうやね、アピールポイント、どっから大学、関西大学から、あ、こっち、関西大学から加入しました深澤伊太です、お、じゃあマスクその時いいよね、ダメかな、ね、もう大丈夫です、ね、検査してるし、あ、いいね、いいね、いいじゃん、あ、横、俺もな、横に一緒、関
関西大学から来ました深澤優です。関西大学ってカンカンいきなり突っ込んでごめんね。カンカン、はい、カンカン同率のカン、はい、頭いいよ本当に。じゃあもう文武両道勉強も、まあそうですね、すごい。森脇のちょっと吉田高校、田舎の高校とはまた違うね。じゃあ大学やしね。ごめんちょっとドスベリもなんかやりづらくて。全然大丈夫です。ちょっと関西大学から来た。はい、あ、来ました。アピールポイントは、自分のプレーのアピールポイントは、スルーパスが得意なのでそこを見てほしいです。なるほど、スルーパスということはもう司令塔とか。そうですね、ボールサーブ動かしてるのは。なるほど、はい、じゃあもう愛媛の司令塔は俺に任せろと、はい、いう感じでね。頑張ります。じゃあもう1年目からもうガンガン試合に出て貢献という形ってことですね。はい、おー、いいね、期待大ですよ皆さん。勉強の方もなんかね、だから今日朝喋ってたよね、なんか、はい、もうずっと出身も大阪なんで、あの関西のいろいろノリをねちょっと教えてほしい。森脇ね、自然とボケるのは別に得意とかそんなのないんだけど、自然となんかボケてる風になってるんだけど、ツッコミが下手くそだからちょっとツッコミまた、はい、教えてください、ね、はい、はい、はい、お願いします。お願いします。時間がどんどんなくなるね。お願いします。名前と背番号、名前と背番号とアピールポイントをお願いします。柏レイソルから加入しました背番号19番大竹拓磨です。アピールポイントは左足のキックと、まあ、ビルドアップ、あと攻撃参加です。よろしくお願いします。いいね、竹って言われてほしいよね。はい、そうだね、はい、今日ね竹はね朝一発ギャグをねみんなの前で披露したのよ。すごくない？すごい。そう、なんか初めましてだけどちょっとね、はい、みんなに覚えてもらうためにも一発ギャグを、そのギャグをちょっとカメラの愛媛 FC のファンサポーターに向けてやってみる。俺もちょっと忘れちゃったからもう一回、はい、もう一回見たいな。はい、お願いします。ちょっと違うのでもいいし。どこでやりますか？違うのでも、違うの、同じのか、どっちがいい、どっちでもいいよ。なんかあんのレパートリー、竹そんな豊富な、もう一個ぐらいな。マジで、ちょっとじゃあ朝やったのと違うバージョン見たいなと思います。見せてください。はい、いきます。 OK。 あー、最近ちょっと太ってきたな。ちょっとお腹ジャンボ、お腹ジャンボ、やばいよ、二人とも忘れちゃったよ。二人とも忘れちゃった。そうね、振るかもよ、一発で。違うね、すごい、ほんとこれ、竹は大物になる予感がね、もう大事、ほんとに、はい、勢い大事だから、はい、ちょっとじゃあ愛媛のために頑張っていきましょう、一緒に、はい、お願いします。すごい、素晴らしい、最高だ、ほんと。ちょっとそのネタ俺もパクっていい？もうネタ帳に入れとこ。お腹ジャーンボ、一人でじゃあ取るのかよ。アンダージュアシから、加入しました牧内和真です。ポジションはゴールキーパーです。僕の得意なプレーは左足のキックなので、そこを見てほしいです。よろしくお願いします。素晴らしい、つなぐところもセールスポイントだと思う、はい、おー、いいね、現代サッカーにはね持ってこいな。身長もでかいし、もうあんまり喋りすぎると滑っちゃう。ついつい言うまで。同じく昇格しました陸友時です。得意なプレーはシュートが持ち味なのでそこを見てほしいです。ジャス、ね、去年ももうファンに強烈な、ね、時インパクトを与えて出場 何試合だった去年？何試合でも30分30分ぐらいでしょ。で何点取った？3点。すげえ、30分ぐらいで3点よ。しかも結構ね劇的なゴールがさ、だから3点中チームが勝利した。負けなしまだ、いや、あ、負けたか、いわき負けて、あ、そっかそっか、次勝って、うんうん、次引き分けて、おお、一勝一敗一分け、はい、いやもう今シーズンね時にかかってるって言っても過言じゃないんで、頑張っていきましょう。プレッシャー与えてもね、高卒のルーキーにもうみんなで頑張っていきましょう。ありがとうございます。皆さん時期待大です。どうぞ、はい、関西福祉大学から来ました谷本俊介です。アピールポイントはドリブルとパスです。よろしくお願いします。いいね、谷本くん練習試合もねやって、はい、もう愛媛 FC の選手らがいい選手だいい選手だって言いながらね大絶賛してたんで、ちょっとファンサポーター皆さん楽しみにしててください。はい、お願いします。
アジアの岡山から加入しました引田優斗です。アピールポイントはミドルシュートです。よろしくお願いします。ひでくんなんて呼ばれてほしいの？ファンサポーター優斗です。優斗、お、優斗でちょっと愛媛市戦もね、なんかスーパーゴールって言ったんだっけ、はい、だよね、なんか音差しですだよね、語り継がれてたよ、ファンサポーターの中で。ちょっと今度は愛媛市のためにゴールを奪ってください。優斗くんです。おーし、ありがとう。よし、じゃああれやね、もう時間、あ、行こう。あ、いいね、6人全員行こう、6人いや、週全然時間大丈夫週、え、でも、あそこどこ、やば、確かに自由だ、あと2分あと2分、ここ呼んで行こうか。週はね、昨日一緒にちょっとね、会ってね、いろいろ話させてもらって、盛り上げのこと大好きって言ってた。じゃあいいっすよね。じゃあダメよ、平はそう、同級生、後で突っ込むけど。突っ込まない。え、突っ込んで。OK、じゃあお願いします。福山シティ FC から加入しました、それがつきです。ポジションはフォワードとトップ下です。アピールポイントは、ボールを持った時の推進力です。よろしくお願いします。おー、いい、福山シティから。ちなみになんて、ファンサポーターの皆さんには。カズキ。カズキ。おー、いいね。はい、じゃあ今シーズンの何点ぐらい取るっていう目標は15点ぐらい取る。いや絶対取ってほしい、みんなでね、あの頑張って。もう15点取ったら愛媛市間違いなく昇格ねできると思うし、ちょっとみんなで稼ぎ頑張っていきましょう。応援お願いします。おし、ひろひろちゃん、ひろおかくん、え、同級生、盛り上げのちょっと自己紹介を。ベガルタから来ましたひろおかです。よろしくお願いします。お、ヒラはだから、仙台も結構長く、うん、これが4チーム目、4チーム目だよね。だからこの四国に来るのは初めて。お、来た最初のこうフィーリングっていうか第一印象どんな感じ？フィーリングもまだないよ。確かにそうやね、来たばっかりもんね。確かに、2日ぐらいしかない。確かにちょっとこれからいろいろね、ヒラにはあの愛媛のいいところを伝えていきたいなと思ってます。同級生なんでね、ちょっと盛り上げてヒラ頑張っていこうよ。頑張ろう。ちなみに涼介も、涼介って言うんだけど、ここも同級生です、うん、一緒。またみんなで盛り上げてね、行きましょう。これもう来ちゃった。確かに来た。ダイヤ、シュン前に、シュンお願い。ORTJ から来ました、菊池俊介です。よろしくお願いします。声が渋いのよ、本当にかっこいいよね。また皆さん、シュンをよろしくお願いします。お願いします。オミアルデージャから来ました吉永翔尉です。翔尉って呼んでください。よろしくお願いします。翔尉って名前かっこいい。あんまり聞いたことないです。ねえ、翔尉って初めて聞いたの。ちなみに漢字は、勝利の勝、上昇の勝に、昇格の勝に、偉人の意です。偉人の意、偉人の意、偉い、ね、偉いね。おお、すごい。じゃあ勝利でいいの？そう、分かってない、パンチクリアから。勝利君、皆さんよろしくお願いします。天気ありがとう。じゃあこう最後3人、時間大丈夫ですか？いや時間大丈夫、もうパッとパッとパッといけん、もう時間もう大丈夫です。お願いします。ザスバックサツ群馬から来ました深堀俊平です。俊平って呼んでください。おお、俊平、俊平がポジションはフォワードね。ですもう今シーズン、じゃあもう何点？15点。いい、今もう30点30点来たからね。去年何点やったかちょっと忘れたけど、多分2人15点ずつだと30点やったら去年以上一緒ぐらいじゃないですか。ああ、いや、ちょっと頑張ってもらいましょう。お願いします。お願いします。素晴らしい。お願いします。緑奥から来ました曽根豊です。よろしくお願いします。曽根ちゃん、京都時代盛り上げも一緒にやってるけどね、愛媛が地元やし。そうです、地元だと思います、ね、ちょっと地元のためにアグレッシブにやってください。はい、ソネはね、明るいキャラクターでどんどんカメラ大好きなんで違う、逆やね、真逆ちょっと盛り上げてくれると思うんで、頑張りましょう。お願いします。お願いします。東京ベイディーから来た山口達也です。よろしくお願いします。達也から達也くんでいいの？あ、オムで。オム。はい。なんで、そう、さっきもね、お風呂場で、なんでオムなのっていう感じでみんなで話してたの。なんでオムなの？あだ名が。中学の頃、坊主で、うんうん、おむすびやったからオム。なるほどね。しょうがないですけど。それでね、あ、でもそっからずっとオムなんだ。そう、そっちの方が覚えてもらいやすいし。ああ、なるほど、なるほどね。もうオム左利きだよね。そうです。だよね、今日プレーちょっと見たけど雰囲気あったもん、オム。これ左サイドバックよね。そうです。もう左はだから、はい、サイドバックだけじゃなくてもいろんなポジションかやれる、前とかも。
まあなんとかフィーリングで。なるほど、じゃあもう左サイドはオムに任せとけということで、皆さんぜひオムの応援をお願いします。いやー皆さんやだじゃん、なんか急に俺も汗が染め出てない顔本当すごいメンバーが凌介最後俺はいいからもうちょっとみんなピーッとなんか皆さんちょっとこんな盛り上げですけどお願いしますね、谷本くんお願いね、お願いします。もう全然もうこれから喋らんとかやめてよ。いや喋っていける、はい、嬉しいじゃん嬉しいじゃん、みんなで頑張るよ引退してないですよ、ね、引退してないですよ、ね、引退してないのよ、まだサッカーさ、サッカー頑張りたいのだけど1時半に来てって言われたよ何も告げられずもうできたんやけど仕事果たせたかな。そうですよ ねもう OK かな。ありがとうございました。ありがとうございます皆さん。